HMS ビーグルの訪問中に、船内の画家、コンダット・マーテンズが描いたフエゴ島民の絵。フエゴ島民は、南アメリカの南端にあるティエラデル・フエゴの先住民族三部族のうちの一つである。英語では、もともとティエラデル・フエゴのヤーガン人を指していた。スペイン語では、フエギノという語は、軍島の出身者すべてを指す。土着のフエゴ島民はオナ、ハウシュ、ヤーガン、 アラカルフを含むいくつかの異なる部族に属する。これらの部族はすべて独自の言語を持ち、セルクナムを除いて沿岸地域のみに住んでいる。ヤーガンとアラカルフは群島の島々を白樺のカヌーで移動したが、海岸に住むハウシュはそうではなかった。セルクナムは、フエゴ島の内陸部に住み、主にグアナコを飼って暮らしていた。オナは、グアナコ、キツネ、ツコツコ、 高知の栄草町、沿岸の魚介類などの陸上の獲物を狩る陸上狩料採集民であった。フエゴ島民の人々はいくつかの異なる言語を話した。カウエスカル語とヤーガン語は孤立した言語と考えられているが、セルクナムは本土のテワエルチェと同様にチョンゴ族の言語を話した。1876年、天然島の大流行がフエゴ島民の多くを襲った。 1881年から1883年の間にマシンと天然痘のためにアーガンの人口はおそらく3000人からわずか1000人に減少した。19世紀半ばにヨーロッパ系のチリ人とアルゼンチン人が調査や侵略のために島に定住した時に彼らはマシンや天然痘のような笛ゴ島民が全く免疫を持たない病気を持ち込んだ。 フエゴ島民の人口は病気により19世紀の数千人から20世紀には数百人にまで減少した。早くも1878年にプンターレーナスに住むヨーロッパ人はアルゼンチンとチリの主権が確立される直前に追加の羊牧草地を求めてチリ政府からフエゴ島の広大な土地を取得するために交渉した。 イギリスの宣教師たちは1876年までに山名族を全員回収させたと主張した。1830年5月11日、数人のフエゴ島民がスクーナー船、アレンガーディナーによってイギリスに移送され、王室に送られ、3人は返されるまで何年間もそこに住んでいた。米国体験隊は1839年にフエゴ島民と接触した。 隊員の一人は、笛子島民を、これまで見た中で最も偉大な模倣者と呼んだ。セルクナム族大虐殺は、1884年から1900年の間に、深刻な先住民の人口減少をもたらしたエスタンシエルによって、承認、実行された。大企業は、羊辱官や民兵にセルクナムの死者数とごとに、報奨金を支払ったが、これは、両手か耳。 または後には完全な頭蓋骨の提示によって確認された。報奨金は男性よりも女性が死んだ際により多く与えられた。考古学上の調査は、この地域を占領している間ずっと海洋狩猟採集組織が優勢であったことを示している。笛語島民はすべて狩猟採集民であったが、彼らの物質文化は禁質ではなかった。 大きな島と群島は二つの異なる適用を可能にした。文化の中には沿岸に住む者も,もあれば、土地志向の者も,のもあった。どちらもティエラデルフエゴに限られたものではなかった。すべてのフエゴ島民の部族は、ノマド的な生活様式を持ち、高級的な住まいを持っていなかった。グアナコ狩りをするセルクナムは、杭と乾いた棒と皮で小屋を作った。彼らは、野営地を壊し、 持ち物を持ち歩いて、狩猟や採集ができる場所を求めて放浪した。海岸沿いの山名とアラカルフも、白樺のカルーで移動し、野営地を変えていた。チリの選手時代の人々の分布山名神話とセルクナム、神話の間には、いくつかの一致や推定上の借用がある。ハチドリは、山名が崇拝した動物で、列島の水系の創造神話に現れる。文化英雄、タイインは、 ハチドリの姿で描かれている。山名神話、リコ主義の狐は、ハチドリが助けになるという特徴があり、セルクナムのタイ院の神話と似ている。同様の発言は、大きなアホードリについての神話にも、同じようなことが言える。二つの部族で、同一の神話の編集を共有している。両方の部族で共通、または類似した、神話数例、笛語当民の三部族すべてに、 文化英雄についての神話があった。山名は二人のヨアロフ兄弟についての二元論的宇宙論を持っている。彼らは文化英雄として行動し、時には互いに対立関係にあり、相反する法則を導く。彼らの姿はセルクナムのクワンイプ兄弟に相当する。一般に二つの比較された文化における二元論的神話の存在は、 必ずしも関連性や拡散を意味するものではない。一部の神話には山名族とセルクナム族に似たシャーマンのような人物も登場する。豊富で栄養価の高いフォークランドアイナメは明らかに消費されておらず、いわゆるそれらが何らかの宗教的な意味を持っていたことを示唆している。セルクナムにも山名にもシャーマンのような役割を担う者がいた。セルクナムは 例えば天候を制御したり、癒したりする超自然的な能力を持つ本がいると信じていた。本の姿は神話にも登場する。山名の家カムシュはセルクナムの本に相当する。山名族もセルクナム族もクジラとして現れた力を使ったシャーマンについての神話がある。どちらの例でもシャーマンはこれを達成しながら夢を見ていた。例えば、 セルクナムの本の体は、旅をして素晴らしい業績を上げたと信じられている間、邪魔されずに横たわっていた。山名の家カムシは夢を見ながら、同様の成果を上げた。彼はクジラを殺し、死体を任意の場所に連れて行き、同様に自らもクジラに変身した。セルクナムの別の神話では、本は、芸肉の輸送にも、彼の力を使うことができた。彼は、 遠くからこの能力を発揮し、輸送中に起こったことすべてを見ることができた。セルクナム族も山名族も昔は女性が男性を支配していたと信じており、山名族は現在の状況を男性の反乱が成功したためだと考えている。両方の部族でこの信仰に関連した祭りが多くある。不敬の女と複合型バンド社会のヤーガンは、 ヨーロッパ人に対して非常に異なる反応を示したが、これは彼らの文化的構造のこれらの側面によるものであることが示唆されている。山名の東部集団はセルクナムと交流があったが、言語、生息地、適応技術の主な違いは接触を促進しなかった。フエ語島民が話す言語はヤーガン語とカワエスカルコを除いてすべて絶滅した。セルクナム語は テベェルチェ語と関係があり、チョン語族に属する。オナゴには3万以上の語があった。バハカリフォルニアのペリクと並んで、フエゴ島民とパタゴニア人は、コアメリカ系統からの部分的効果の最も強力な証拠を示している。これは、シベリア人の子孫で主要なアメリカ大陸移住者のアメリンド人とは、対照的にプロトオーストラロイドの集団に由来する。 アメリカ大陸への移住の初期の波であると提唱されている。南アメリカの別の場所に民族的に異なる集団が存在することを示唆する研究によってこの考えにさらなる信頼性が与えられている。考古学者のリカルド・イーラ・チャムによるとパタゴニアの海洋遊牧民はより北の部族の連続的侵入によって南に押し出されより広範囲に広がった。 先住民グループの生き残りである可能性がある。殺されたオナとジュリアス・ポッパー。19世紀後半に一部のエスタンシエロと金の炭鉱者がティエラデルフエゴ先住民に対する絶滅運動を開始した。ティエラデルフエゴという名前はセルクナムもヤマノも小屋の前で火を焚いた事実に由来するかもしれない。マゼランの時代にはフエゴ島民はもっと多く、 彼らの火の光と煙は船や他の島から見ると印象的な光景だった。山名はまた、例えばクジラが岸に漂着した場合に、のろしでメッセージを送るために火を使った。大量の肉が腐らないように多くの人に知らせなければならなかった。彼らは他の場面でものろしを使ったかもしれないが、マゼランは自然現象の煙、または光を見た可能性がある。 セルクナムとヤマナは植民地化によってもたらされた病気によって激減し、おそらくヨーロッパとアメリカの艦隊の行動により、主な肉の供給が崩壊して、病気に対してさらに脆弱になった。ありがとうございます。